満州国参議府とは、満州国における皇帝の諮問機関。旧憲法下の日本の数密院に相当する。立法院が正式発足の運びとならなかったため、事実上の立法代行機関としての機能を持つに至った。参議府は、議長1名、副議長1名、参議若干名で組織する合議制の機関で、参議府会議規定に基づいて運営された。日本人も副議長、 参議に名を連ねた。参議人事は、関東軍司令官が推薦する人物が任用された。国務総理大臣、区内府大臣、各部大臣または、その代理者が参議府に出席して、意見を述べることができたが、彼らに議決権は与えられていなかった。1945年8月17日、通貨省臨交券大栗子での緊急会議で、安則帝の退位少書を承認。 満州国の幕引きを決する期間となった。1932年3月9日から1935年5月21日、長経経1935年5月21日から1945年8月18日、増殖岳市1932年3月9日から1933年3月9日から、 ユダマリン1933年3月9日から1934年1月17日、超解放1934年8月2日から1937年7月1日、畜縮マナナ1937年7月7日から1937年12月11日、 田辺おさむどり1937年12月11日から1945年8月18日、橋本虎之介、ありがとうございます。